こんにちは。歴ショックです。今回は、武田氏と織田氏が直接ぶつかった岩村城の戦いについて紹介します。岩村城は、武田氏と織田氏に領属する遠山氏が城主を務めており、織田氏と何重にも血縁関係を結びながらも、武田氏へも人質を提出し、武田信玄と織田信長が同盟関係にある間は、両者の緩衝地帯となっていました。しかし、信玄が信長と断交しようとする最悪のタイミングで、信長の叔母、お通夜の方を妻としていた遠山景遠が亡くなり、信長が息子を養子に送り込んだことで、武田、織田は開戦するに至ります。武田氏は、重臣の秋山虎重を送り込み、虎重はお通夜の方を妻とし、織田氏の大軍を前に半年近くにわたる籠城戦を展開しますが、信長の大軍の前に敗れ、悲惨な最後を迎えることとなりました。今回は、織田、武田の勢力が入り乱れた岩村城の歴史。些細なすれ違いから、信玄、信長が互いを憎み合うきっかけとなった岩村城の戦いの実態について紹介します。信長の叔母、妹が嫁ぎ、武田勝頼の正室も輩出する。岩村城主、遠山氏の歴史。織田氏と武田氏の直接対決の舞台となった美濃岩村城は、遠山氏が鎌倉時代から代々城主を務めていた城です。遠山氏は、鎌倉時代の比企能員の変で比企能員を討った新田忠常を、北条義時の命令で誅殺した御家人、加藤景門に始まる家で、7つの家に分かれ、代々美濃東部に勢力を持ち続けていました。戦国時代には、遠山氏の領地は、美濃東部の恵那郡、土岐郡に広がり、岩村遠山氏、苗木遠山氏、飯浜遠山氏などに分かれ勢力を持っていました。その中でも、岩村遠山氏の当主、遠山景崎は尾張の織田信秀の妹を妻に迎え、この遠山直門に苗木遠山氏を継承させるなど、遠山氏のトップとして勢力を拡大していきます。景崎の後継者、遠山景遠は、織田信長の叔母、お通夜の方を妻に迎え、苗木遠山直門は信長の妹を妻に迎えるなど、織田氏と強い結びつきを持っていました。ただし、遠山氏は織田氏と結びながらも、1554年に武田信玄が遠山氏と国境を接する木曽氏を服属させ、南信濃を手中に収めると、武田氏にも侵入します。遠山氏は織田氏と結ぶ一方、主に稲葉山城の斎藤氏への対抗のために、武田氏にも侵入する道を選び、信玄も領属を認めた上で、斎藤氏から遠山氏を守るために、遠山領に武田軍を駐留させていました。武田氏に従属したと言っても、遠山氏と織田氏の結びつきは強く、織田氏と今川氏の戦いでは、今川、武田間の同盟関係を無視して、遠山氏は織田氏寄りの行動をとっており、信玄も遠山氏の活動を黙認しています。むしろ信玄は、東美濃地域での織田、武田間の衝突を懸念しており、桶狭間の戦い前の1558年から、信玄は今川義元への背信行為と取られかねない、信長との書状のやり取りを行っていました。しかし、桶狭間の戦い後、信長が本格的に美濃侵攻を進める中で、東美濃で織田方と武田方が衝突するようになります。信玄は、遠山領を緩衝地帯化することで西の安全を確保しようとしており、信長も武田氏との交戦は望んでおらず、1565年に信長から信玄に持ちかける形で交尾同盟が成立しました。この時、信長の姪にあたる遠山直門の娘、劉松院が信長の養女として、信玄の四男、武田勝頼に嫁ぐことが決まります。信玄からしたら、自身の配下の国衆の娘を送られるという変な縁組でしたが、織田、武田の一刻も早い停戦、及び足利義明擁立に動く信長へのサインを示すために、この婚姻を受け入れました。劉松院は、勝頼との間に嫡男となる武田信勝を設け、織田氏、武田氏は、遠山氏を介して婚姻関係で結ばれることとなりました。この後も、遠山氏は武田氏、織田氏に領属し、武田氏には、岩村、苗木遠山氏が駿河侵攻で援軍を派遣し、織田氏には、飯浜遠山氏が比叡山攻めに援軍を送るなど、領属体制は継続されていきます。しかし、1571年には、遠山直門の娘で、勝頼の正室だった劉松院が亡くなり、織田武田間の婚姻関係がなくなります。この時期信玄は、
今川領侵攻後、徳川家康と対立を深めており、家康の主筋にあたる信長とも、表面上は友好関係を継続しながらも、内心は手切れを意識し始めていました。そんな中、信玄の徳川領侵攻が始まる5ヶ月前の1572年5月に、信長の妹を妻としていた苗木遠山直門が、後継ぎを残さずに亡くなります。その3ヶ月後には、岩村城主の遠山景遠も亡くなり、織田、武田の緩衝地帯の役目を果たしていた遠山氏は、後継ぎを残さないまま当主が亡くなるという緊急事態に見舞われました。ところが、信長が自身の五男、御坊丸を遠山景遠の養子として岩村城に送り込んだことで、武田、織田の関係に亀裂が入り、東美濃をめぐって両者は衝突することになります。武田氏の手に落ち、美濃進出の拠点に、信玄生前の岩村城、苗木遠山直門の後は、新和田派であった遠山一族、飯浜遠山智勝が養子として入り、実質的に織田勢力による苗木城接収となりましたが、遠山一族ではあったのでまだ問題はありませんでした。しかし、岩村城への信長の子息の入城は、織田家臣の織田信広、川尻秀隆の軍勢を伴って行われたため、武田氏にとっては、自身の配下の国衆の城を信長が強引に乗っ取るという、敵対行動に等しい行為と移りました。遠山氏が領属姿勢をとっていたのが事態をややこしくしており、信長としては、叔母の嫁ぎ先で、代々親しくしていた岩村遠山氏の動揺を抑えるために、息子と軍勢を送って保護下に置いただけです。当時の信長と信玄の関係は良好で、信長は武田、上杉の和睦の仲介をするくらいであり、武田氏との関係悪化を覚悟して勢力を広げたというより、深く考えずに配下の国衆の動揺を鎮めるのを優先した、迂闊な行動だったと考えられます。ただし、徳川氏、ひいては織田氏との断交も視野に入れ始めていた信玄にとっては、信長の行為は武田氏に断りなく、一方的に配下の国衆の領地を併合したものです。信玄は、信長が一方的な同盟破棄に踏み切ったとみなし、景遠の死の2ヶ月後には徳川領侵攻を開始しており、信玄と信長の些細なすれ違いが、両者の衝突にまでつながってしまいました。もっとも、御坊丸が遠山氏に入った時期は確定しておらず、信玄の敵対姿勢が明らかになった後に、信長が東美濃を先手を打って抑えようとしていた可能性もあります。また、信長の行為は、岩村遠山氏全体の要請で行われたわけではなく、甲府に人質を送っており、武田氏と敵対することを恐れた岩村城の遠山家臣は、武田氏に救援要請を送りました。ここに、織田、武田に領属していた遠山氏は、武田氏につく岩村遠山氏と、織田氏につく苗木遠山氏などに分裂します。この当時、信玄は郡上八幡の遠藤氏も調略しており、三方ヶ原の戦いでの勝利の後、岩村城と郡上八幡城を足がかりとした、美濃への大規模な侵攻も計画していました。しかし信玄は、三河野田城を落としたのを最後に病状が悪化し、外に撤退していき、岩村城には、信長の反撃を抑えるために重臣の秋山虎重が送られ、三方ヶ原の戦いから3ヶ月後に城主となります。秋山虎重は、遠山景遠死後、岩村城を取り仕切っていた信長の叔母、おつやの方を妻に迎え、信長の実子、御坊丸は甲府に送られ、岩村城は完全に武田氏の支配下になります。その後、信長は岩村城奪回のために動いたものの、秋山虎重や馬場信春によって防がれ、成果を上げることはできませんでした。信玄死後、東美濃ではしばらく大きな戦闘は起こらなかったものの、信玄の死の翌年、1574年の正月に、信玄の後を継いだ武田勝頼が大規模な東美濃侵攻を行います。勝頼は、岩村城を拠点に、明智城や飯浜城などを攻略し、岩村城周辺の城を落とし、東美濃の守りを固めました。岩村城は、武田氏の美濃攻略の拠点として、信長の本拠、岐阜城を伺うまでになり、信長はこの後、岩村城奪回を悲願とし、武田氏との戦いを進めていくこととなります。信長の怒りの前に、悲惨な最後を迎える。岩村城の戦いの結末。長篠の戦いで、織田徳川連合軍が武田軍に対勝すると、
織田徳川氏は武田氏に奪われていた奥三河などの領土の奪回に動きました。当然、信長は岩村城の奪回にも動き、長篠の戦いの3週間後の6月には、嫡男の織田信忠を大将に、秋山虎重、小津屋の方夫妻が守る岩村城を攻撃し始めます。同時期には、家康と佐久間信盛が奥三河の武田方諸城を攻略し、家康は、駿河、遠江方面へ反攻を開始しており、二正面作戦を余儀なくされた勝頼は、岩村城への援軍を派遣できずにいました。秋山虎重は籠城戦を選択したものの、奥三河が徳川方の手に落ちたことで、信濃からの補給に頼るしかなくなり、織田方に補給路を封じられ苦戦を強いられます。この時、信長によって後に殺されることとなる水野信元は、岩村城から兵糧調達のために脱出してきた兵士に、兵糧支援を行った疑いをかけられています。信長は、長篠の戦いでの勝利に乗じて、東美濃だけでなく信濃侵攻をも予定しており、織田軍の攻撃は、国境を接する南信濃の武田方国衆の動揺を誘いました。勝頼は、妹婿の木曽義政には、離反を食い止めるためにあらかじめ対策を打っていたものの、飯田城主の万歳氏は、武田氏に対し、6月下旬に謀反を起こします。万歳氏の反乱は、松尾城主の小笠原信峰によってすぐに鎮圧されたものの、長篠の戦いでの敗戦から立ち直れていない武田氏の結束は崩れつつありました。実際に、信長は自ら出陣し、上杉謙信と結んでの信濃攻撃を計画しており、織田信忠の軍勢はその先手でしかなく、勝頼は危機的状況に立たされます。しかし、謙信はこの頃には、反信長陣営への参加を決意し、密かに武田勝頼と和睦交渉を行っており、一方の信長は、謙信との調整が進まず、信濃侵攻の計画が立てられなかったため、岩村城は力攻めされず生き残っていました。こうした織田氏の停滞もあり、武田家中では万歳氏に続く謀反の動きはなく、謙信との和睦で余裕のできた勝頼は軍団再編を進め、対外出兵の準備を整えつつありました。それでも、家康の反攻の前に、勝頼は岩村城まで手が回らず、秋山虎重からの再三の援軍要請に、北条氏と協力して大軍を編成している最中との、嘘の苦しい言い訳をする始末でした。7月には、ようやく軍団再編成を終えたものの、勝頼が向かったのは、徳川軍に攻められていた遠江小山城で、援軍を得られなかった岩村城は、織田氏の大軍の前にじりじりと追い詰められていきます。しかし、勝頼は遠江への出陣で家康を撤退させることに成功し、10月までには甲府に帰還しており、これに勇気を得たのか、10月23日、26日には、岩村城兵は包囲軍への大規模な攻撃を実施しました。さらに勝頼は、岩村城救援を表明し、11月10日には、信濃から先に派遣された武田軍の部隊1000人ほどが、織田軍へ夜襲を敢行し、城兵も呼応して打って出ます。しかし、夜襲部隊は織田軍に括弧撃破され、城兵も、信忠自らが先頭に立つ織田軍に追い返され、山に逃げ込んだ武田軍は、ほとんどが織田軍の山狩りにあって殺されるという大敗北を喫しました。勝頼も、大軍を率いて伊賀まで駆けつけたものの、数で上回る織田軍に対して、急増の武田軍では手出しができないまま、美濃、信濃は大雪に見舞われ、進軍すら困難になってしまいます。反撃も失敗し、勝頼の救援も目前で止まってしまい、士気を喪失した秋山虎重ら岩村城兵は、ここに至り、半年近くの籠城戦の末に、11月21日に降伏しました。城兵の除名が降伏の条件とされ、信長は、秋山虎重すら自分の叔母婿だからという理由で赦免するという、寛大な処分を約束します。秋山虎重は、妻のお通夜の方と共に、信長へのお礼の挨拶のために岐阜城へ送られましたが、信長は約束をたがえ虎重夫婦を捕らえ、降伏から5日後に、長良川で貼り付けにして処刑しました。信長にとっては、岩村城は、信玄によって一方的に同盟を破棄された象徴とも言える城で、お通夜の方は、自身の叔母でありながら織田氏を裏切り武田氏に通じた、絶対に許せない人物だったのです。さらに、除名を約束した城兵も、岩村城の廓に押し込められ、
騙されたことを悟った城兵は抵抗したものの、最後は全員焼き殺され、岩村城の戦いは終結しました。こうして武田氏は長篠の戦いからわずか半年で信濃と国境を接する美濃、三河の領地をすべて失い、信濃が直接信長の脅威にさらされることとなります。ただし勝頼が外交方針を転換し、毛利氏、上杉氏と新たに手を結んで信長包囲網を機能させたことで、信長は信濃侵攻の余裕を失い、この後7年間にわたって、勝頼は信濃に織田氏の侵入を許さず戦い続けることとなるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。